皆さん、こんにちは。市長の富岡清です。令和3年度第3四半期の初めにあたり、一言挨拶を申し上げます。今年はいわゆる第5波と呼ばれる新型コロナウイルス感染症の拡大とともに夏を迎えることとなりました。昨年に引き続き熱中症予防対策と新型コロナウイルス感染症対策を 同時に行わなければならず市民の皆様におかれましても大変なご苦労があったことと思います。本市の感染者数は2000名を超えましたがこのうちの約半数は今年8月の1か月間に感染が確認されています。感染力は強いと言われている変異株の影響の大きさが 感じられるデータとなっています現在は皆様のご協力によりピーク時と比べると感染数は減少傾向にありますが引き続き身体的距離の確保手洗い消毒マスクの着用などを徹底するとともに発熱の症状があるなど体調の悪い方は外出を控えるなど 感染拡大防止にご協力をお願いいたします。また、新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、9月から国からのワクチンの供給量が大幅に増加したため、対象年齢を接種可能な全年齢にあたる12歳以上の方に拡大して実施しております。市内には、 埼玉県の大規模接種会場もあり、希望するすべての方が速やかに接種できるよう準備を進めています。詳細につきましては、市のホームページ等でご案内しておりますので、ご確認ください。先日閉会しました9月市議会定例会では、感染症対策の切り札とされる新型コロナウイルスの ワクチン接種を行うための経費や感染症の拡大により影響を受けている事業者への支援や指導の改良に要する経費にかかる補正予算など提案いたしましたすべての議案を原案のとおりお認めをいただきました。また一般質問において私の市政運営の総括についてご質問いただき その中で市民の皆様、議員の皆様、職員の皆さんへの感謝の気持ちを述べさせていただきました。19年余という長きにわたり、私を支えてくれた皆様に改めて心から感謝を申し上げます。さて、今年は全国的に雨の多い夏となりました。 8月には線状降水帯の発生等により西日本を中心に全国各地の広範囲で記録的な大雨となり河川の氾濫土砂崩れなどにより大きな被害がもたらされました犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに一日も早く日常生活が戻りますことを お祈り申しし上げまますす近年、毎年毎のように全国的な豪雨災害が発生しています地球温暖化による海面水温の上昇が主な原因とも言われていることから今後もこの傾向が続くものと想定して危機管理体制や地域防災力の強化に努める必要があります。 このような中先日災害時の避難所運営に関する動画を撮影しました。これは避難所の開設・受付・運営避難者への情報提供の方法など一目で当日の流れがわかるようそれぞれのシーンごとに撮影し避難所開設時に役立てるものです。今後、 完成したものから順次ホームページ等で公開してまいりますので皆様にもぜひご覧いただき災害に備えていただければと思います。続いてはスポーツの話題です。今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中、 開催をめぐっては賛否両論がありましたが、競技に対して懸命に真摯に向き合うアスリートたちの姿には心を打たれました。本市ゆかりの選手も多数出場され、パラリンピックの車椅子テニスクワードダブルスで見事銅メダルを獲得されました菅野幸二選手をはじめ、 皆さん奮闘されました。本当にお疲れ様でした。3年後のパリオリンピック・パラリンピックでは新型コロナウイルス等への心配がなく万人から望まれる大会になりますことをお祈りいたします。またラグビートップリーグで見事日本一に輝いた埼玉パナソニックワイルドナイツの本市への 本拠地移転が8月に実現しましまた現在は来年1月から開催される新リーグジャパンラグビーリーグワンの制覇に向け熊谷ラグビー場に隣接する桜オーバルフォートで活動を開始しています桜オーバルフォートにはチームのクラブハウスやグラウンド屋内運動場のほかホテル レストラン・スパといった施設が備えられております客室やレストランからは選手たちの練習風景を眺めることができラグビータウン熊谷の新たな名所となっていくことが大いに期待されます市民の皆様もラグビーの試合の有無にかかわらず様々な用途でぜひご利用いただければと思います 結びとなりますが10月に入り朝晩はそよぐ風が涼しく日中との寒暖差も大きくなってきたように感じられます季節の変わり目は無意識のうちに疲れをため込んでしまうことが多いと聞きます市民の皆様には健康に十分留意されますことをお願い申し上げ第三四半期の 挨拶といたします。